えー、こんにちは参議院議院員の西田昌司です今日はですね、えー、この先日の、えー、2日ですか、えー、読売新聞のオンラインの記事、えー、これをちょっと紹介したいんですけれども、えー、東京都の、えー、31日に新型コロナウイルスに感染し6月末までに死亡が確認された。 人に関する分析結果を発表したとえー、死者の平均年齢は79.3歳で大半が糖尿病や高血圧腎疾患などの基礎疾患を持っていたという、えー、90代の感染者は33.9%が死亡80歳代は 30.2%70 歳代は17%で高齢者ほどリスクが高まる実態が裏付けられたと。 50歳代以下の死亡率は0.5%にとどまったと基礎疾患の有無を確認できた死亡者198人のうち、えー、疾患がなかった人は4人だったた人人はだということなんですね、まあ、これからも分かりますようにあの今回のこのコロナウイルスですねいま、えー、だ毎日毎日ですね、まあ、東京では200300というような数がですね えーあのー、陽性になったと言われてますけれども中身ですねで結局死亡者は、えー、かつての4月ぐらいのですね緊急事態宣言の時よりもどんどん減ってきてますよねそして、えー、そして、えー、感染されているけれども、えー、軽症もしくは無症状という方が圧倒的に多いわけですそして亡くなってきた方はと今言いましたようにですね、えーまあ、高齢者80代90代 70代、えー、そして、えー、基礎的な疾患を持っている方というのがですねはっきりそういう形が分類ができるようになってきているわけですね。でそういうことを考えると、えー、いわゆるですね、えー、クラスターの発生などを見ましてもね、えー、いわゆる病院それから、えーまあ、あの特別養護老人ホームなどのですね、えー、老人の介護施設ですよね。ここういういところは えーまあ、基礎疾患を持って病気の方が病院にはおられるわけでありますしさらには、えー、高齢者が集中的にですね集団で、えー、住まれている、えー、そういう、うん、福祉施設などの出入りはですねこれは、えー、非常にリスクがあるとですから、えー、外の人と会うのはですね家族も含めてなかなか、えー、残念ながら会えない状況になっていると。で現に私も実は 私の母親と家内の母親がそれぞれ京都で別々の施設ですけれどもそういう介護施設また老人健康保険施設に入院をさせていただいておりますけれども残念ながらですね今我々もこのお見舞いに行けないんですね予約で月に一度数分間会うとかですね、まあ、そういう形がある以外はなかなか自由に面会できないんですがしかしこれも ある意味では致し方ないことだと思っていますでそこを気をつけてやっていけばですね、えー、このクラスターも発生しないしもちろん、えー、高齢者の方にももることもないわけですねで今お盆の季節がもうやってきますけれどもそうすると各地に、えー、帰省をですね、えー、本当でしたら、えー、お盆の、えー、夏休みにですね行ってお墓参りしたり家族に会われたりというのがですね 日本の年中行事だったわけですよ大渋滞が起きたり大混雑が起きたりしてるわけですけれども今年はそれがですね、えー、もう帰ってこないでいいとかね、えー、地元の方から言われたりというのは田舎に行けばですねまだ感染者が一人も出てない地域なんていうのはたくさんあるわけですねそれが東京の人が帰ってきてもらったらですねそこで感染者が出たらどうするんだと。 でみんなに迷惑だけじゃなくて本当にまあ白眼視されるわけですよね白い目で見られる、まあ、こういうことから、えー、もう帰ってこないでよということを、えー、その実家の方から言われたりする方も多いようですねで私も知り合いの、えー、国会議員の人がですね「あなた帰ってくるんだったら PCR 受けて陽性の証明書持ってきなさい」と言われてとええー、と言ってたんですけどそういう人もいるようでありますけれどもしかしこれはですねちょっと行き過ぎてるんですよね 今言いましたように冷静に考えるとそういう病気を持っているそれから高齢者が特に、えー、たくさんですね、えー、この集団で住まわれているそこに、えー、東京から帰ってきた人が次々訪れていくというのはねこれは問題がありますけれども、えー、そこのそこに行くことはご遠慮していただくことになるかもしれないなる,なるわけですけれども普通にですね、えー、家族が、えー、帰っていく場合はですね 当然その熱が出ていないとかそういうことも含めてですね帰ってもらっても私はそんな大きな問題には基本的にならないと思っていますでもちろん手洗いやうがいなどですね基本的なまたことも守ってもらわなきゃなりませんけれどもあの何もかもそういうことでですねとにかくリスクがあるものを全部なくしてしまうとだからその結果ですねもう東京のものは来るなとか そして移動するなとかです、ね、そういうことをしちゃうとです、ね、人間生活自体が成り立たないんですよそしてそもそもコロナの,、えー、この今までの実態というのはです、ねえー、前にも述べましたけれども日本人では、えーまあ、アジア人がそうですけれども、えー、死亡率が非常に低いわけですそして今流行っている、えー、この陽性の方々にしましてもです、ね、無症状や、えー、軽症、まあ、風邪程度というのはです、ね、ほとんどですよね で重症化してどんどん悪くなって死亡者がどんどん増えているという事実は全くありません、えー、ですから医療崩壊するということもないわけですで問題はですね医療崩壊するのは、えー、重症化してきた場合にですねどうしてもこれは医療機関で見てもらわなきゃならないとだからその時に医療機関に入れなかったらどうするんだというのがあるわけですから重症化率というのは見ていかなければなりませんけれども 基本的に軽症者の方が多くて、軽症者もしくは無症状の方はですね、医療機関に行かずに、自宅もしくはホテルなど、まあ一番いいのはホテルだと思いますけれどもね、これ自治体が借り上げてくれてますから、そこで、えー、10日2週間という待機をしてですね、何も出なかったらそのまま返してもらえるという手続きをしてもらえばですね、医療機関に直接迷惑かけることもないわけですね。で、東京の場合、 えー、これがですねえ騒、ー、々しくなってきた一つの理由にですねえー、私が聞いたところによるといわゆる GoTo キャンペーンというのがありましたけれども、えー、これ東京都を外すということに結果的になりましたでこれですね実は GoTo キャンペーンというのは観光業界、まあ、ホテルなども含めてですね非常に大きな目玉政策で期待をしていたわけですねで,ですから当然彼らも、えー、その観光業界ホテル業界はですね 東京にたくさん遊びに来ていただけるということで今まで行政の方に借り上げてもらっていたホテルこれはそんなもの高い金額で借りませんからねそれよりもこの夏休み期間中にそれなりの料金で皆さん方に泊まっていただいてしかもその半分近くをですね国の方が GoTo キャンペーンで補助してくれるんだったらですねこれ一番使い勝手がいい。そして自分たちも今までの の分を取り戻とその結果借り上げのホテルをですね返上してですね正規のホテルでやっていきたいという人が増えたと結果的にですね借り上げられるホテルが契約ししなかったためにですね東京都側がその待機してもらう場所がですね詰まってきてるとそうするとこれ大変なことになるじゃないかと。そそこで東京都はれじゃ 来てもらうのをやめましょうと、まあ行くのも同じ事実でやめましょうということで、えー、この東京都が外されたんですけれどもね、えー、要するにこれはあの GoTo キャンペーンを当て込んで、えー、結局ですね、えー、待機先の、えー、宿泊施設をですね、えー、確保できなかったことがですね、まあ、一つ大きなあた、えー、となったわけですねですからここは東京都側がですねしっかりやっぱり、えー、その金額も含めてですね ホテル側と交渉してしっかり、えー、その待機できるホテルをです、ね、確保してもらわなくちゃいけなかったわけでありますが、まあ、いずれにしましても私が申し上げたいのはです、ねまあ、そういった東京都の問題がありましたけれども基本的に他の地域でそんないわゆるです、ねえー、医療崩壊はもちろんですけれども待機する施設がです、ね、足りなくて困っているというのもないわけですよ。ででそして感染者数が あちこちで報告されているのも事実ですけれども軽症者の方が圧倒的であると無症状の人が多いとでそして重症化なって亡くなっていくのも今言ったようにですねもう高齢者というも,もしくは、えー、持病のある方、まあ、そのどちらも重なっている人が一番、えー、このリスクが圧倒的に高いということですそしてさらには、えー、そ,のそもそもこの重症化していく原因がですね えー、いわゆる自己免疫が暴走すると免疫が過剰反応してですね、えー、自分の体を攻撃してそのためにですね重症化するということも分かってきたわけですねだからそれを、えー、免疫抑制する、えー、薬はもちろんあるわけでありますから対処流法でありますけれども治療法もだんだん見えてきている。ということはですね私はあのこれを甘く見てですね、えー、全く、えー、無防備でやれなんてことは言いませんけれどもしかし 先ほど言いましたように、玉の,、えー、の規制をです、ね、制限したりです、ね、えー、その家族の再会を、えー、もう二度と、えー、東京の人は来てもらいたくないというような形で,です、ねえー、家族側から制限する、その理由はです、ね、本当は帰ってほしいんだけれども、もし移ったら、えー、近所の人にどんな目で見られるかわからないという、まあ、こういう日本人独特のです、ねまあ、過剰反応ですよね。ある意意味で言いいまますすとと村人識しょうかねあのすぐ あのいわゆる群れ八分に、えーし,えー、してしまう、えー、とそして自分たちは、えー、そうならないように過剰反応してしまうというねまあこういう意識が日本人どうしても強いわけですよでこれがいいプラいい面で社会の秩序を作るというところももちろんありますけれども過剰になりすぎると、えー、このコロナと同じでですね、えー、あの自己免疫抑制が強すぎると自分の体を攻撃して亡くなってしまうと同じように。 日本人の社会をでですすすね守る装置じゃゃななくて潰すことになっちゃうわけですよだからこれは要するに物事は全て程度もんでありますから過剰反応してですね決して社会は良くならない経済ももちろん良くならないし人間関係も良くならないんですねだからそこは発表している事実をしっかり皆さん方にご承知いただきたいとで最も,もご承知いただきたいと言いながらですねじゃあ誰がその 自立を情報を発信しているのかというと、まあ、マスコミ、まあ、特にワイドショー、えー、的なところはですね今こ,あのこの地域ではこんなことがありましたあのこの地域ではこんなことがありましたと要するに、えー、視聴者の、えー、関心を引く、まあ、そのためには関心を引くためには、えー、極端な例、えー、悲惨な例、まあ、そういう例をですね並び立てて、えー、関心をも,もっともらうというのがですね一番、えー、彼らにとっていいわけですね。 番組を見てもらえるる視聴率が上が上とでもちろん、えー、そのリスクがあるんだから、えー、自分たちはそのリスクを、えー、市民に継承してるんだとという理屈は立つでしょうしかし今言いましたように社会全体見て考えた時に過剰反応によってですね得られるものは全くないわけですよでだからそのことを考えると、えー、これもう少しですね報道する側にもですね冷静な、えー、バランスの取れた 報道とといいいうのを求めたいと思いますけれども圧倒的に、まあ、そういいうう方々が発信すする情報の方が多いですからねどうしてもそういう過剰反応になるとでここをですね、えー、克服していかなければならないと思いますで先ほど言いましたように、えー、このコロナウイルスのですね一番の問題点は、えー、じ自己免疫、えー、サイトカインストームとか言われてましたけれどもね自己免疫が暴走してしまうと過剰反応することによって 本来自らを守るはずの仕組みが自分の体を壊してそして重症化して亡くなってしまうと,というのが一番大きな死亡の原因なんですよね。そそれは持病を持っている人が一番そういうことになりやすいということですけれども社会全体も同じことなんですね要するに日本人の横になら右にならでですねできるだけこのみんなが同じようにルールを守ってやっていこうこれは非常に正しいことです。 社会の秩序を守る正しいことだけれどもこれは過剰に反応してしまうとですね、えー、窮屈で、えー、社会を守るだけじゃなくてですね自分たちの社会自身を壊してしまう家族の絆も壊れちゃうし、えー、地域の絆そして何よりも自分たちの心の余裕まで奪われてしまうわけですよそういう病気にですね社会がかかってきてしまってるとするならそれが一番私大きな問題だと思います ですからここは何度も私言ってますけれども正しく恐れるとで無警戒ではなくて正しく恐れて節、えー、度のある行動をですね、えー、これ、えー、考えてやっていけばいいと思いますでそれから最後に一つ私非常に気になっているのはこの梅雨が明けて暑い暑く、えー、日が続いてますけれども表をですね、えー、営業か何かで仕事して歩いている方この方々がマスクしてですね回ってるんですよね これ全く意味ありませんよ。屋外でマスクして歩いたら熱中症になって倒れてしまうリスクが圧倒的に増えてしまいますよ。でもちろん、電車に乗ったり、えー、中の室内の会議、えー、会社の中に入るとかいう場合にはですね、あるエチケットとしてマスクをしていただくことになるでしょう。で私も、えー、国会になる時はこうしてますけれども、表歩く時にはですね、これ全くつけても意味ないですからね。だって、これよっぽどの人混みのですね、 えー、中にいるんだったら別ですけど普通に、えー、道路を歩いてるところでしたらですね飛沫がかかる人がいないとそれからいわゆるうこのエアロゾル、えー、空気感染の元になるものが飛んでいってたとしてもそれはもうどん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 この飛散していってしまってですね、えー、薄くなりますから全くそれはリスクありませんよこれはですからそんなとこでマスクしてるのは単に熱中症にかかるということになるだけであります そういうことをするのもですね、要するに世間の目が気になって、えー、自ら、まあ、しんどいに分かってるけどやる人が増えているわけですよね。まあ、そういうことも含めて、もう一度このコロナの、えー、この対策のあり方、冷静な対応をしていただきたいということをお話しさせていただきました、えー。本日もご覧になっていただきましてありがとうございました。